きっぱりとアルコールやめませんか。新しい自分に生まれ変わりましょう。はじめまして、カオルです。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画に興味を持っていただいたということは、あなたも以前の私のようにお酒の飲みすぎてこのままじゃいけない、そんな気持ちを持っていらっしゃる、そうじゃありませんか。私も飲みすぎてばかりで、多くの時間とお金を無駄にしてきました。一旦飲み始めると止めることができなかったのです。私はメルマガやブログを配信しているので、家でやらなくちゃいけない、そう計画していることが山のようにあるのですが、アルコールを摂取すると頭の回転速度が急降下。いつも計画したタスクを実行できないまま自己嫌悪。いつまで経っても数ヶ月前に計画したことが実現できないままでした。もちろん二日酔いで休みの日は全く身動きができない、そんな状況もしょっちゅう。何度もアルコールをやめてしまおう、そう決意したのですが、ダメだったのです。でもこの方法を発見して、やっとアルコールをやめることができました。もちろん計画していたタスクは気持ちよくサクサク進んでいますよ。ただ頭が冴えたままなので、ついつい夜更かししてしまうのがたまに傷ではありますが、お酒は少量であれば健康被害もそれほどではないし、気分を高騰させてくれる効果もあり、決して悪いものとは言えないでしょう。適量を楽しめる方はアルコールをやめようなんて思わないでしょう。しかし飲みすぎてしまうことが多い方は、多くの犠牲を払い続けています。あなたはお酒の量を把握していますか。飲酒行動に関しては、全く飲酒しない人からアルコール依存症のように大量に飲酒する人まで広く分布が見られます。飲酒量が増えるに従って問題の数と重症度は増えていきます。厚生労働省は健康日本21の中で、節度ある適度な飲酒と多重飲酒を定義しています。前者、節度ある適度な飲酒、こちらは1日平均 20g 程度の飲酒、後者は1日平均 60g を超える飲酒。 60g はおおよそビール中瓶よ3本、日本酒3合弱、25度焼酎 300ml にあたるそうです。数字で言われてもちょっと分かりにくいかもしれませんね。こちらがその節度ある適度な飲酒を表にしたものです。あなたの飲酒量はいかがでしょう。国民栄養調査における多重飲酒する人の定義、厚生労働省ホームページからの掲載です。このオレンジの部分にあたる人、こちらが多重飲酒。あなたはどうですか。もちろん人それぞれの資質によって顕在化する悪影響の差は異なると思いますが、多量飲酒レベルは健康への悪影響ならび、職場での生産性の低下など社会的な問題も無視できなくなります。完全にアウトのレベル。下記のようなさまざまなアルコールを要因とする問題が指摘されています。主として青年期以降は、臓器障害、精神・神経障害、結婚・家庭問題、社会的問題、職業上の問題、健康においても通常の生活においてもいろいろな問題が指摘されています。そして多くの過剰飲酒者が、心の中ではそのことに気がつきながらも、大好きなお酒をやめたくない一心でその事実を否定しているのです。あなたは多量飲酒より上の層にいませんか。アルコールやめませんか。毎日飲まないからといって依存症ではないとは限りません。私もそうでした。
さらに今依存症ではないと診断されたとしても、多量飲酒者は今後依存症になる可能性は大いにありますよね。正直申し上げます。私がリリースしたこのレポート、きっぱりとアルコールをストップする方法、こちらに興味を持ってくださる方は少数派です。なぜなら、先ほど申し上げたように、本当にやめなくてはいけない人はやめたくないのです。ですから今回この動画を見ていただいているあなたを、私は本当に尊敬します。自分をもっと高めようと前向きに努力されている、それがあなたですから。私はアルコールをやめてから、まるで違う人間に生まれ変わったように新鮮な感覚を取り戻しました。あなたが以前の私のように多くのものを失っているとしたら、アルコールの摂取を今すぐストップすることをお勧めします。ここでアルコールの過剰摂取を習慣的に行っている方の主なマイナス面をおさらいしておきましょう。誰もが真っ先に頭に浮かべるのが健康被害。さまざまな健康障害がアルコールを主な原因として発生する。そのことは広く知られていますよね。主なものだけ箇条書きで羅列します。1、肝臓疾患。2、消化管疾患。3、心血管系疾患。4、脳疾患。5、その他疾患。健康を奪う要因はアルコールだけではありません。さまざま存在しますが、下記の図の中でもアルコールは簡単に取り除ける要素だとは思いませんか。順番に復習しておきましょう。1、肝臓疾患。体内に入ったアルコールの多くは肝臓で分解されるため、大量の飲酒を続けると肝臓が対応しきれなくなります。脂肪がたまり肝脂肪、脂肪肝、肝炎、肝硬変。私は以前人間ドックの度に脂肪肝と診断されていました。消化管疾患。刺激の強いアルコールは通路となる消化器官にも悪影響を及ぼします。食道炎、胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、咽頭がん、食道がん、大腸がん、これらのリスクを増加させます。心血管系疾患。飲酒は血圧値を上昇させます。また多量の飲酒習慣は心臓の筋肉に負担を与え、心筋症を引き起こします。脳疾患。血圧上昇に伴う脳卒中リスクのみならず、アルコールは脳に直接的なダメージを与えます。アルコール性認知症、小脳変性症、ビタミンの吸収障害によるウェルニッケ脳症、コルサコフ症候群などが主な例です。私のレポートの中には、アルコールを過剰摂取した脳と健康な脳のレントゲン写真が確認できる研究機関サイトの URL をご紹介しています。こちらをご覧いただくと唖然とされると思いますよ。その他疾患。あまり一般的には知られていませんが、過剰飲酒により不眠、うつ、不安感の増長、これらが発生することも指摘されています。私自身 OCD という神経系の悩みを持っておりましたが、その辛さを紛らわすために飲酒して、しばらくは感覚が麻痺するために苦悩を忘れられる気がしたのですが、その後飲酒前よりも激しい不安感に襲われていた。そのことを後になって理解しました。これまで解説してきたさまざまな悪影響が普段の生活にも及ばないはずはありませんよね。飲みたすぎた翌日に一日気分が優れなくて仕事がはかどらない、あなたもそんな経験をお持ちでしょ。そんな時にはもう二度と酒は飲まないなんて誓ったりしますが、本気じゃないからすぐ元通りになってしまいます。人は幸い
辛い経験を忘れやすいようにプログラムされているのです。飲酒により眠ってしまった時間、気分が優れなくて通常のように実力を発揮できなかった時間、それらの時間はあなたの人生の中で一体どれくらいの時間に累計されるのでしょう。あなたが二日酔いではなく健全な状態であれば、タスクはスムーズに進行し、さらに気分のいい時間を過ごすことができたはずです。1週間に5時間、6時間、もっと。どれだけ時間を無駄にしているかは飲酒量でも異なるし、その反応度合いによっても異なりますが、どうです？今この動画を一旦一時停止して考えてみてください。あなたが二日酔いになっていなかったら実現できていただろうタスクの総量を、仮に1週間に5時間と少なく見積もっても1ヶ月で1日分、大切な時間をゴミ箱に放り投げていますよね。確かに仲間と集まって意見交換する、そんな時間は有意義で必要だと思います。でも、本当にあなたが参加している毎回の会合はそう言えるものですか？あなたの大切な時間と金を消費していませんか？浪費していませんか？全般で述べた不幸な副産物を生成しながら、愚痴を言うための、あるいはお酒を飲むためだけの集まりに参加して大切な人生を浪費。そんな時間に支払う金額はあなたが頑張って稼いだお金を減らすことに値しますか？例えば1回の飲み会で3000円使っていたとします。週に2回飲みに行ったとして月に2万5000円、年間で30万円、10年で300万円。それだけの融資を行って、時間と健康をすり減らしている。そんなことはないと言い切れますか？このレポートは1万8000円ではなく、1800円です。さらに簡潔に要点を記載しているので、すぐに実行できます。今からでも充実した毎日を取り戻しましょう。私の場合は1週間でこの習慣が身につきました。悪い習慣がずっと身についているから、最初の数日はアルコールが飲みたくて仕方がない、そんな状況に陥るからもしれません。でもほんの少しの我慢です。いや、我慢するというより、お酒のことを考えないように変身することができました。アルコールをやめて数ヶ月、私の場合このような変化が起こりました。私個人の感覚なので、あなたが全く同じように感じていただけるかどうかは分かりませんが、時間を有効に使えるようになった。食べ物が以前より美味しく感じるようになり、体に悪い食べ物を以前より摂取しなくなった。きっと感覚が正常になってきたんだと思います。味覚が自然な状態を少しは取り戻せたんだと思います。体に悪い食べ物を判断しやすくなったのではないでしょうか。そして、精神状態が良好。二日酔いだったその日ではなく、お酒を数日摂取いなかった日と比較しても、感覚が鋭くなり、感動しやすくなった気がします。臭くなくなった。飲酒後は体から悪臭を発散することは皆さんご存知ですが、私の場合は、足が以前より臭くなくなった。私の場合ですが、多分毒素の摂取が大幅に減ったことで、イクロ化のデトックスが起きたのでしょう。あなたにも同じような変化を訪れるとは断言できませんが、きっと体内と頭の中の毒素が減少して、フレッシュな気分になれることを推測します。アルコールをやめた生活は今までとはまるで違い、新しい世界、そんな感覚を持ちました。人それぞれ体質や精神力も異なるので、必ずあなたの飲酒生活をストップさせますとは申し上げることはできないのですが、少なくともその悪習慣を変更するための大きなヒントになり得る、そう自負しています。
あなたがもし今よりもっと輝いた生活を手に入れたい、そう思っていらっしゃるのであれば、アルコールをきっぱりとストップすることをお勧めします。お勧めしているのはこのレポートではなく、アルコールをやめることです。そして、その目的の参考資料として、このレポートを参考にしていただければ幸いです。あなたの輝かしい明日を信じています。きっぱりとアルコールをストップする方法、ダウンロード版で1800円で販売しております。もしよろしければ、あなたの新しい生活を取り戻す、そのお手伝いをさせていただければと思います。動画をご覧いただきありがとうございました。